はい、タンタンです。本日ご紹介いたしますのは、ケイ・ヤイリさんの、DY28 ですね。国産ギターのメーカーさんの中でも、有名な代表的なケイ・ヤイリさんのドレッドノートサイズの、DY28での28スタイルですね、の本当にこうザ・アコースティックというあの人気の定番モデルでございます。トップスブルースにサイドバックローズウッドのもちろんオール単板モデルになってまして、スケールは 645mm で、ナット幅が 42mm の若干こう細めになってますんで、手の小さい方でもがっつり、ドレッドノートを弾きたいなという方はこういう機種いかがでしょうか。ちょっと鳴らしてみましょう。クリアで、はっきりした感じのサウンドが出ますね。王道のこう定番モデルということで、アコースティックギター、こう単板モデルで、国産のものをお探しの方は非常におすすめできる一本かなと思います。あのネックのやっぱりワイドが 42mm っていうのは、日本人にも適したサイズかなと思いますので、細めが欲しい方ぜひこちらお試しいただければなと思っております。一番こうスタイルとしてはね、シンプルな、スタイルになってますけれども、パワフルで、ズドンとくる音も魅力でございますので、ぜひですね一度、お試しにご来店いただければなと思っております。それではK ヤイリの DY28、ドレッドノートアコースティックギターでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。